現在も衰えない美貌で人気を集めている宮沢りえ。実はハーフという話があるのをご存知でしょうか。宮沢りえの父親が外国人という話ですが、どこの国なのか気になります。そこで、宮沢りえの家族についてやハーフの真相について詳しく見ていきましょう。宮沢りえはハーフ、クォーター、父がオランダ人、家族構成まとめのイメージ、目次、1宮沢りえのプロフィール、2宮沢りえはハーフ、クォーター、3宮沢りえの美貌は父親のおかげ、4宮沢りえの母親、りえママとは、5宮沢りえ以外のハーフ女優、6宮沢りえはハーフで父親がオランダ人だった。宮沢りえのプロフィール、愛称、りえちゃん、本名、森田りえ、旧姓、宮沢。出身地、東京都練馬区、血液型、B 型、身長、167センチメートル、体重、活動内容、女優、ファッションモデル、歌手、所属グループ、なし、事務所、M2 企画。家族構成、森田剛、部、娘、代表作品、黄昏清兵衛、湯を沸かすほどの熱い愛。宮沢りえの経歴。まずは、宮沢りえがハーフやクォーターなのかについて見ていく前に簡単な経歴について見ていきましょう。宮沢りえは、11歳の頃にモデルとして芸能界にデビューしています。デビューから間もなく、週刊セブンティーンの表紙を務め、一躍ファッションモデルとして知れ渡るようになっていきます。1987年には、三井のリハウスの CM で初代リハウスガールに抜擢されトップアイドルの仲間入りを果たします。華々しいデビューに見えますが、この後奇抜な行動が続きついには男性関係についてや激痩せなどの報道によるバッシングに遭い、海外に渡らざるを得なくなって一時芸能活動を休止しています。徐々に激痩せが落ち着いた頃から芸能活動を再開した宮沢りえは、2002年に公開された映画、黄昏清兵衛で完全復帰を果たします。この映画では、宮沢りえは日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞し本格派女優としての礎も築いています。その後は、映画やドラマ、テレビ CM を多数こなしています。宮沢りえの私生活を覗いてみると、2009年に元プロサーファーの一般男性と結婚し長女が誕生しています。しかし、2012年には離婚協議中であることが報じられ、2016年に離婚が成立しています。しかし、2018年には2016年より交際していた V6 のメンバー、森田剛との電撃結婚が報告されることとなりました。宮沢りえの森田剛との結婚について気になる人はこちら。サム宮沢りえと森田剛の結婚後は、娘の運動会に参加する姿も画像。今年3月に結婚を発表した宮沢りえと森田剛。今回は2人の結婚後の様子や、2人の過去の恋愛事情等。宮沢りえはハーフ、クォーター。さて、宮沢りえがハーフなのかクォーターなのかについて詳しく見ていきましょう。宮沢りえというと、純日本人と見ればそうも見えますが、衣装などによっては少しエキゾチックな雰囲気もあり、ハーフやクォーターにも見えてしまいます。宮沢りえは、ハーフかクォーターなのでしょうか。宮沢りえはオランダとのハーフ。先に結論からお話ししておくと、宮沢りえはクォーターではなくてハーフです。どこの国とのハーフなのか調べてみましたが、どうやら父親がオランダ人ということです。
クォーターとは、ハーフ同士が子供を授からなければクォーターにはならないので、宮沢りえはクォーターではなくハーフということになります。クォーターではないのにはもう一つ理由があり、宮沢りえの母親は日本人だということです。これで完全に宮沢りえがクォーターという可能性は消えてハーフであることがわかりました。ちなみに、宮沢りえは幼い頃ハーフであることを恥ずかしいと感じて、ハーフを隠したりハーフであることを公にすることはなかったようです。現在はハーフタレントも多く活躍していますが、当時はまだハーフが珍しかったのかもしれません。宮沢りえがハーフだということを知っている人もあまり多くはないようですが、宮沢りえ自身がハーフを恥ずかしいと感じていたことが関係してあまりハーフであることを公にしていないことも関係しているかもしれません。宮沢りえの家族構成。宮沢りえがオランダのハーフであることがわかりましたが、他の家族についても見ていきましょう。宮沢りえの家族は、実はとても複雑な関係になっているようです。家族構成は、祖父、オランダ人の父、母、そして弟です。しかし、さらに詳しく見ていくと弟はハーフではなく複雑な家族関係が見えてきました。宮沢りえには弟がいる。それが、弟の存在です。あまり知られていませんが、実は宮沢りえには弟がいます。しかし、弟は宮沢りえがオランダのハーフなのに対してハーフではないのです。弟について詳しくご説明すると、宮沢りえのオランダ人の父親と母親は離婚しており、その後母親が出会ったピアニストと再婚し弟が誕生したのです。宮沢りえ最高だなぁ。綺麗すぎるしセンスあるし、美しいだけじゃなくて良いママなのが。しかし、宮沢りえの弟が誕生してすぐに母親は宮沢りえだけを連れて出て行ってしまい音信不通になってしまったとのことです。その後の弟については、母親や宮沢りえの存在を知らずに育ったばかりではなく、父親であるはずのピアニストの父を兄として、さらに祖父母を両親だと信じて育ったそうです。弟がなんだかかわいそうに感じてしまいますが、そのま宮沢りえは弟がいるにもかかわらず一人っ子として表向きは扱われていたそうです。弟は宮沢りえが姉だと知らされて舞台に行ったこともあるそうですが、その際に関係者に再会したいという手紙を託したそうですが会うことだけでなく連絡すらもなかったそうです。宮沢りえの美貌は父親のおかげ。宮沢りえ本当綺麗だよね。こんなにもどんな髪型が似合うなんて本当美人だよ。本当に好き。オランダのハーフだなんて今日知った。まる、ここで気になる話題があります。宮沢りえの美貌は父親譲りのハーフが関係しているということです。後ほどご紹介しますが、宮沢りえの母親はステージママとしてメディアにも出演することがあり、その顔が知られていますが、それを見た人たちからは宮沢りえの美貌はオランダ人の父親のおかげだと言われているようです。美貌はオランダ人とのハーフが影響している。まず、宮沢りえのエキゾチックなハーフらしい美貌はオランダのハーフということが大きく影響しているのではないかと思われます。もちろん、元がいいというのは大前提ですが、ハーフで活躍しているタレントや女優を見るとエキゾチックな雰囲気や異国風の雰囲気が端正な顔立ちとなって現れています。適切な表現かは定かではありませんが、ハーフ美女という言葉もあるほどです。しっかりとした目鼻立ち、すっと切れるような美しい輪郭などはハーフならではの美しさなのかもしれません。
宮沢りえも、父親がオランダ人でハーフだったからこそ、端正でどこかエキゾチックなハーフの雰囲気を授かったのでしょう。宮沢りえの魅力は美貌だけじゃない。しかし、ハーフ美女という言葉だけで宮沢りえの魅力を片付けてしまうことはとてももったいなくも感じてしまいます。まず、宮沢りえの美貌はハーフ美女というだけではありません。オランダの血が入ってハーフでありながらも、着物など日本風の衣装や髪型を身につければ一度ハーフ美女から日本美女となります。それに加えて、美しい仕草や口調、さらにふんわりとした雰囲気も合わさって宮沢りえの美しさは完成しているのです。演技力についても同様で、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、本格派女優としての地位も築くほどの演技力を宮沢りえは持っています。これらのような、たくさんの魅力があるからこそ宮沢りえは私たちの目に美しく映るのです。ちなみに、宮沢りえは実は字が癖字で汚いと話題になっていたこともあります。しかし、森田剛との結婚の報告の際に添えられた宮沢りえのサインの字は格段に美しくなっていたそうです。きっと努力家でもあるのでしょう。魅力は恋多き女であるから。また、宮沢りえは恋多き女としても知られています。過去には、婚約報告がされた後に急遽婚約破棄が報じられたこともあります。また、一時芸能活動を休止状態になる前には様々な男性関係がメディアによって報じられたこともあります。恋をすると女性は綺麗になるとよく言いますが、これを見ると宮沢りえもそうなのではないかと感じさせられます。2018年には森田剛との結婚が報告されていますが、それを聞いたファンからはいい恋をしているから宮沢りえがさらに綺麗になったとコメントしている人もいるようです。宮沢りえの過去の恋愛が気になる人はこちら。サム宮沢りえと貴乃花親方の破局原因は、婚約発表会見から破局までおさらい。今回は女優の宮沢りえさんと貴乃花親方の破局の真相についてまとめました。二人の馴れ初めから婚約。宮沢りえの母親、りえママとは、さて、ここからは先ほどから少し触れている宮沢りえの母親について詳しく見ていきましょう。デビュー当時の宮沢りえを知っている人なら、りえママとすぐに思いつく人も多いかと思います。宮沢りえの母親は、宮沢りえを女優として有名にするなど、元祖ステージママとして活躍をした人物でもあります。りえママは元祖ステージママ。やばい。篠山紀信が昔に撮ったサンタフェって言うて宮沢りえがモデルした写真集が矢にあった。つい先日篠山紀信とは何ぞやって YouTube で調べて夜タモリで出てのがこの写真集の裏話会やっただけにものすごい運命を感じた。さて、宮沢りえの母親ことりえママについてですが、りえママの存在が世間に知れ渡ったのは宮沢りえが18歳の時に出した写真集が関係しています。というのも、この写真集では宮沢りえは18歳という若さであるにもかかわらずヌードを披露したのです。この写真集は、すぐに物議が醸されるようになりました。すると、なんと写真集でヌードを披露することをプロデュースしていたのは宮沢りえの身の母親であるりえママだったのです。この事実は当時世間に大きく衝撃を与え、瞬く間にりえママの存在が知れ渡ることとなりました。さらに、りえママの存在が知れ渡ると同時に様々なりえママに関する話も広がっていたようです。
なんと、リエママは当時宮沢りえが出演する現場にはステージママとして必ずついて回っていたそうです。当時はまだステージママという言葉はありませんが、これは立派なステージママとしての活躍です。宮沢りえの活躍は、りえママのおかげ。良くも悪くも、りえママのおかげで話題性などもある女優として育った宮沢りえですが、現在の宮沢りえの活躍はりえママの存在がなくてはならないという人もいるようです。というのも、宮沢りえを芸能界に入れたのはりえママという話もあります。宮沢りえが芸能界にデビューする